まあ、まさにその講演会とか、ねうん、やったじゃないですか、何回か、うんうん、あの時めちゃくちゃ遅く喋ろうってしてますよね、多分ゆっくり喋ろうとしてます。やっぱまさにそういうことでってことですか。そうだから、どんな人が聞いてるか分かんないから、うん、ゆっくり喋んないと伝わんないかなと思って、まあ、実際 うまいってみんなに言ってもらってるわけじゃないですか、話すのが、うんうん、それは全部シミュレーションでやるんですか。もちろんああいうところで喋ったことない、ああやって喋ることってあの場でしか多分ないじゃないですか、うん、ないああいう口調で、うん、ないかなり意識してるなって思うんですよね。その喋り方もちょっと音量を上げないようにしてるというか、うん、そうね、やっぱそれはまあいろいろ自分なりに、あれはね、あのね、講演をしようっていう時にまず周りの目っていうか、その人が前にいるっていうことをまず意識するんですよ、最初にね。こうシミュレーション段階で目をつぶって、目をつぶって、あ、人がいっぱいいるなって言って、こう話して聞かせるってどういうことなんだろうって考えるわけですよ。で、だって普通はこうやって会話だから喋りゃ返してくれて、喋りゃ返して、こんな楽なことないんですよ、反応が見れるから。だけど人の反応がないって怖いなと思って、うん、で話して聞かせるってどういうことなんだろうなと思ってシミュレーションずっと重ねてるんだけど、もうね、答えが出ないんですよ。だって答え、返答がないから、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうって考えてた答えが、そうかって、誰もいないつもりで喋ればいいんだと思った。自分がね、その人に、自分に語りかけることってあるでしょ、はい、ないですか、はい、あ、このいや、まあ、例えば反省する時でもいいですよ、いや、お前さ、あれはどうだったの俺みたいな、うん、こう自己嫌悪に陥る時とかって自分が自分に語りかけません？ありますよね、はい、なんかそういうことってある。で特に俺はこう自問自答が多い人間だったから、うん、そっかって、でも自問自答でいいんじゃないのかな、その自問自答の時の感じで喋れば、だから要するに俺が俺に言って聞かせるしかもうないんじゃないかなと思った。それを人が見てる。ああ、なるほど、うん。でもだ、いろんな講演のパターンってあると思うんですよ、はい、明らかに前に人がいることを意識した、こう明るく、うん、ハキハキと喋る、はい、でもこれは人がいる前提の喋りなんです。でもそれはプロじゃないから、それは絶対できない、うん、あれは多分難しいから、じゃなくて人がいない前提、うん、もうこれは俺は自分に言って聞かせてるんだぐらいの感じで喋ると、こう自分の世界に入ってくるんですよ。要するに集中するの、うん、そうするとね、こう喋る内容とかもつまんないんですよ。つまんないってな、そう、こう言葉に詰まらない。なるほど、うん、周りいないのと同じだから。だからこうやって前見て喋ってるでしょ、でもどこに誰がいるかとか全く把握してないです。もう目、視界に入れてない。視界に入れてない。へ、だからあの、いつだっけ、に、慶応のやつが一番有名だと思うんで、その次にあった NHK、ね、うん、青山で、あ、1時間経った。その時にうちお姉ちゃんいたらしいんですけど、あ、結構近い距離ですよ。うちの家いたらしいんだけど、全く気がつかないぐらい来てる人目に入ってないんですよ。一人語りなの、完全に。へえ、それはすごい。だ、一つの、だからあんまりこう人前で喋る機会がない人にとっては一つのやり方だと思いますよ。一つのパターンだと思いますよ。もう自分との会話になっちゃえば、なるほど、うまいも下手もないから。ただし集中力はいりますけどね。うん、周りを気にしちゃいけないから、もう完全に自分の世界入っちゃわなきゃいけないから。でもそう、あ、これはと思って発見したって感じですよね。一つのやり口として。それはでもちょっとなんか、それを自分でやっぱたどり着くのが、うん、まあ、攻略って感じしますね。いやでも、ね、やべえなと思って、だって俺のことよく知らない人たちの前で喋るのに下手こいたらどうしようっていうプレッシャーやばいんですよ。特に慶応の時とか本当やばくて、でもう苦肉の策だったけど、そう、そういう結論。まあ自分のスタイルができたなと思える感じってことですね。そう。まあなんかでも本当し、なんかだからやっぱり追い詰められると結構ね、なんとかなるもんですよ。必死になれば。いやなんかちょっとそれは。それ今の話聞いて、うん、もう一回見てみたいなって感じしますね。見なくていい。もう見なくていいけど、まあ講演は本当そんな感じ。なるほど、うん、まあ、自分自身に喋ってるか。わかりました。もうそれちょっと面白かったです。
あ、そうですか。はい。うん。